おうちで土曜学習。こんにちは。株式会社東海メンテナンスの市岡と言います。今日は子どもお仕事体験ということで、私たちの会社の建物管理の中のお掃除を皆さんにご紹介したいと思います。一緒にやってくれるかな、ということで今日友達を呼んでいます。どうぞ。どうも、リンジです。それとトシです。これで100人馬力では、すごいですね。もうやる気十分ですか？はいはい、はい、よし。あ、それとこのお掃除する時の、私たちの会社ではこんな格好してます。ヘルメットや安全帯、それとぐるぐるっと回ってもらえるこれとですね、窓ガラスのお掃除に使うシャンプーって言います。それとこれも窓ガラスで使う水切りですね。彼の持っているのも同じ水切りです。こういったものを使ってきます。それでは行ってみましょうか。はい、やってみますか。せーの、おー。はい、ということで現場にやってきましたね。それでは窓ガラスの掃除をやっていただきましょう。おー、ちょっと待ってくださいよ。この高さは、おひょ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 、ちょっと高いですね。でもやってみますか。無理無理ということで初級編を場所を変えてやりましょうか。はい、はい、それではもう一度、せーの、おー、じゃん。ということで移動してやってまいりました。ここは市内のコミュニティセンターです。それではお掃除の方やっていきたいと思います。レッツラゴー。今回お掃除で使う道具がこちらにあります。このお掃除道具です。まず1個ずつ紹介したいと思います。まず掃除機、そしてバケツ、そしてこちらにあります、これが中性洗剤って言って台所にある洗剤ですね。それと歯ブラシ、それとあと一番大事なのがこのタオルです。それではやっていきましょう。はい、それではまずガラス掃除をする前に、こちらのお家にあります歯ブラシで、これで溝を、この汚れがありますね、この溝をきれいにお掃除していきます。はい、どうぞ。で、特に縁に汚れがついてますので、縁を特にやってください。で、掃除し終わりましたら、今度はこの掃除機の方ですね。今度はこの掃除機で吸い込んでいきます。吸い込んでいくときに、この先端にありますノズルをですね、外して、そう、付け替えて、これで吐いたホコリを取っていきます。はい、これで完成です。ガラス掃除をします。で、タオルを2枚用意してください。はい、それともう一つバケツですね。はい、ありがとうございます。バケツにお水を入れてもらうんですけど、今みたいに寒い時にはこのバケツの中は少しお湯を入れてもらっても大丈夫です。では1枚タオルを濡らしてください。で、よく絞ってくださいね。よく絞ったタオルを次に広げてください。
で広げた時にもう一度折りたたんでもらうんですけど、折りたたむのは自分の手のひらサイズに折りたたむのが一番拭きやすいですね。はい、そして窓を拭いてもらいます。で拭くときにまずガラスっていうのは隅が一番ホコリが溜まってますので、隅をきれいに拭いてください。で隅が拭き終わったら横にきれいに横に拭いてきます。いい感じですね。で拭いた次は縦に拭いていきます。横と縦で拭くことで綺麗に汚れを拭き取ることができます。で見ていただくとこれ映っているかな、ちょっとですね、ポタポタポタと水滴が映るんですけど、映ってますか？水滴が残ってますので、この状態で拭き上げるとブツブツが残ってしまうんですね。ですからもう一枚の乾いたタオルで拭き上げていきます。同じように拭いていきます。少しカメラには見えにくいかもしれませんが、きれいにその先ほどのブツブツが取り除かれていきます。先ほどと同じように横で拭いたら今度縦に拭きます。そうすることで先ほどのブツブツがよりきれいに取れるようになります。できたよ。簡単だからみんなもやってみてね。